詐欺沼駅の信号国書。イギリス版画で現在も使用されている信号国書、信号国書、信号扱い書とは、鉄道において信号や分岐器を操作するために設けられた建物、または場所のことである。駅や信号場などに設けられる。鉄道の信号は、初めはすべて機械的な手段によって行われた。ポイントと信号は、 個々の場所で独立したレバーやハンドルで操作されていた。これは列車が通過するたびに信号手がそれぞれの機器の場所まで歩いていかなければならないことを意味する。やがて現在信号庫気書と呼ばれている一個の建物へコントロールが集中されるようになった。初期の信号庫気書では機械テコが使われていた。機械テコは通常操作用の床の下の梁に設置された。 テコには分岐器が正しい順に操作された時信号機が確実に正しい表示をすることを保証するための連動装置が付けられていた。信号または分岐器と信号呼吸所内のレバーとは線路に沿って付設されたワイヤーまたは棒により接続されていた。テコは機能によって例えば停止信号用は赤ポイントは 黒というように色分けされており、テコの右端から左端に至るまで通常、識別用の番号が付けられていた。ほとんどの場合、線路の配線図及び、信号の配置図が、レバーフレームの上に設置されておりテコの番号と、信号機、分岐器の番号とを対応付けていた。電気テコは、電気的に、信号機や分岐器を操作する、小さなテコである。いくつかのケースにおいては、 機械式の連動装置が機能したままにされていたが、その他においては、電気的にテコをロックする連動装置が用いられた。稀なケースでは、バーやスライド装置を用いて信号機や分岐器を空気圧で動作させる場合もあった。コントロールパネルを備えた、信号固機所では、テコ装置は、線路配線図上に配置されたボタンあるいはスイッチで置き換えられる。これらのボタン、またはスイッチは、 電気的連動装置、または電子的連動装置と接続される。英国では次のタイプのコントロールパネルが使われる蒸気と同様の原理による装置が世界中で使われている。現代の信号呼気所はディスプレイを用いた装置及びそれに類似の制御装置を使う傾向がある。これらのシステムは従来のパネルに比べて価格的に有利であり変更するのが容易である。 現在、英国のほとんどの大規模な信号国所は統合電子制御センターになっている。世界各地で同様のコントロールシステムが使われている。現在でも昔式の信号扱い所が見られる。ポイント及び信号の機械的な制御も残っているが、ほとんどの場合、フレームは撤去されているか使用されておらず、代わりに電気的なコントロールパネルが装備されている。 英国には旧式の空気圧制御の信号も残って、いるが非常に少数である。現代、大部分の国々では、機械式の信号は全くないか、あっても少数である。現代、信号扱い所は大部分運転指令所にとって変わられた。これらのセンターは、通常メインの駅の近くにあり、電気あるいは電子装置を使用して、交通網をコントロールする。 そのようなシステムの一つは、列車集中制御装置である。広島電鉄東下市長停留場に残る、走車等路面電車の場合、分岐点や折り返し停留場での分岐器、信号操作業務を、輸送、運用指令相当業務と合わせて、走車あるいは、廃車と呼称しており、信号呼気所に相当する、分岐器や、信号の操作室についても、走車所、廃車所などと呼ばれ、 交差点で見通しを良くするために高い位置に設けられたものは特に、奏者等あるいは、信号等などと呼ばれた。ただし、主要停留場などに設けた輸送、運用指令業務を行う事務所も同様な、奏者書などの故障が用いられる。合理化のため分岐器や信号の操作が自動、無人化されると、奏者等、信号等も不要となって撤去され、 残存しているものは少ない。A.B. 吉谷和則、第二スカタン列車日本経済評論者、1987年、163から173ページ、A.B.C. 鉄道ピクトリアル、1989年3月増刊541ページ、吉川文夫、路面電車時代対象出版、1995年、7ページ、 函館市電の十字街停留場近くには分岐器の自動化以前に使用されていた奏車灯が保存されている。英語版シグナルボックスより翻訳。ありがとうございます。